それではゲストに登場していただきましょう。気迫あふれるプレーでいつも福割を沸かしてくれるこの男でございます。熊谷アンドリュー選手です。アンドリューさん、お願いします。背番号18、熊谷アンドリュー選手。広い視野を生かしたパスと力強い守備が武器の万能型ミッドフィルダー。激しいタックルとインターセプトで相手の攻撃の芽を確実に摘み取っていきます。今シーズンはすごくワールドカップの影響ですんごく試合の進むのが早くて、もう残り数試合というとんでもない感じになってますけれども、実感としてはどうですか？そうですね、やっぱ早いっていう実感はありますね、まあ、まだプレーオフの可能性があるんで、そこを目指してやっていくつもりではあるんですけど。アンドリュー選手もう6年目、ジェフ6年目です。延べでは米倉選手が多いですけど、続けてとなるとアンドリュー選手が6年目で一番長くなりますけれども、どうですか6年目、同じチームに6年目初めてですよね、プロになってね。そうですね、やっぱ6年間早かったっていう感じはあるんですけど加入させてもらった年からずっと J1 っていうのを目指してやってきたんで、なかなかそれを達成できてないっていうのは本当に責任も感じてますし、もっともっと自分が存在感出さないといけないなっていうのを感じてます。今年こそは J1 昇格だ。ジェフ頑張れ。今シーズンこそは J1 昇格期待します。頑張れジェフ。山陽メディアはジェフを応援しています。頑張れ頑張れ頑張れ。ちなみにアンドリュー選手が仲良かった選手といえば、もう為田選手のイメージが強くて、為田さんとかとは連絡取ってます？為田はそうですね、収録ぐらいは LINE してますね。今でも収録毎日じゃんほぼ本当でも大した内容じゃないですけど、ほぼ毎日連絡取ってます。あ、そうなんですね、はい、もう恋人ですね。すごい今でも結果も残してるし、セロスで頑張ってるんで、ね、本当頑張ってるよね、はい、すごいなと思います。今はアンドリューさん誰と仲良しなんですか？まあ、みんな本当仲良くさせてもらってるんですけど、一番一緒にいるのはやっぱ大志くんが一番ずっと一緒にいるかなっていう感じですね。プライベートの仲の良さもボランチの関係性に出てきたりとか感じるところありますか？そうですね、まあ試合中そんなに喋んなくても、やっぱり大志くんが思ってる気持ちとかやりたいプレーっていうのは自分なりに察してるつもりなんで、喋らなくてもお互いのコミュニケーションが取れてる感じがあるんで、すごいいつも助かってるし、やりやすくさせてもらってます。大志さんってこう兄貴分的なイメージありますけど、どうなんですか実際は？サポーターの皆さんからしたらやっぱり喋らないイメージが強いと思うんですけど、ロッカーとかでもいつもふざけてるし、まあ、そういう面をもっともっと、ね、はい、皆さんにも見てもらえたらいいなっていうの思います。ではですね、ちょっとアンドリュー選手、実はこの番組では、はい、選手のゆかりの方にインタビューをするというコーナーがございまして、はい、今回もアンドリュー選手にゆかりのある人を私たち探してまいりました。はい、想像するなんか誰かなとか思い浮かぶ人います？いや結構いて分かんないですね。それはそうだ、そうですよね。ぜひどなたが登場するか考えながらご覧ください。アンドリュー元気ですか？横須賀学院高校の高津です。熊谷選手の高校時代の担任高津郁代先生の登場です。在学中からかなり活躍をしていまして、日本代表として、まあ遠征ですとか、強化練習にも参加していましたので、まあ、本当にきっと活躍してくれるだろうとずっと、
期待しながら応援をしてました。クールで、結構無口な感じでしたね。感情を表情には出さずに、ただ本当に男子は本当に憧れてるような存在でしたので、すごく友達も多くてですね、仲間にいつも囲まれて過ごしているような感じでした。特にスポーツコースがある学校ではないんですね。なのでやはり他の生徒と同じようにある程度点数も取らなければいけないですし、遠征等で欠席が多いので、クラスの生徒にもちょっといない分はね、やはりちょっとノート貸してあげたりですとか、ちょっとそういうことをみんなで協力してやってあげてねなんて話してたんですけど、ノート実際借りるのは非常に勉強ができる他のクラスの生徒に借りてましたので、いやなんか要領よくやってるなと思いながら、はい、見てました。一番はやはり球技大会ですかね。球技大会ちょうどサッカーが、種目だったんですね。パッとすごいスピードでシュート決めたりですとか、アシストしたりしながらクラス結構決勝まで行ったんですね。で決勝で最後の最後ちょっと PK になってしまって、なかなかPK になったところでは彼以外にほとんどシュートが入らなくてですね、決勝で負けてしまったんですけれども、結構そこは今でも伝説になってます。アンドリュー君、活躍本当に嬉しく思っています。これからもずっと応援をしていますので、怪我に気をつけて頑張ってください。母校の横須賀学院高校の高津先生でございました。どうでした？想像入ってました？いや想像の入ってなかったですね。2個上ぐらい、はい、想像の2個上ぐらい来てちょっと汗すごいですけどびっくりしましたね。それにしてもですけど、アンドリューさん全然変わんないですね、写真ちょっとびっくりした変わんなすぎて確かにそんな変わってないですね、ちょっとひげ生えたぐらいで、はい、全然変わってない。ちょっとアンドリュー選手に驚いていただけてよかったです。いやびっくりしたっすねだいぶなかなかこうアンドリューさんの元に直接サポーターさんの思いが届く機会も少なくなってるのかなと思いまして、はい、番組スタッフがですね、サポーターさんの今の思いを聞いてきましたので、ちょっとそちらの映像もご覧ください。はい、はい、やっぱり中盤でのもうボールハンターというか、なんと言いますか、そのいぶし銀というかすごい仕事に必殺仕事人って感じがしてすごい好きです。そうですね、やっぱり狩人ですね、中盤の狩人ですね。ガンガンアタックしてボールをガツンと、体ごとですね刈り取る、そういうイメージですね。僕も熊谷選手と同じボランチでプレーしてたんですけど、足も速くて強くてパスも上手くてっていうので、そういう何でもできるっていうのはすごい尊敬しているので、昇格のために頑張ってもらいたいなと思います。やっぱりチームの中でフィジカルが非常に強いので、今日とかもしっかり相手の攻撃を断って、で前線にボールを送り込んでもらえると非常に助かるなと思ってるんで、そこ注目してみたいなと思ってます。ボールを的確にすぐカットして、ジェフの心臓として、はい、今日もぜひボールとカットしてジェフの心臓として頑張ってください。ということでご覧いただきましたけど、やはり中盤でのボール奪取能力、フィジカルの強さ、そこを皆さん注目していらっしゃるようですね。そうですね、やっぱりそこは僕 の、 ストロングでもあると思うんですけど、やっぱりこういう声聞かせてもらうとすごいなんか頑張りたいなっていう気持ちにまたなれるんで、若い時はやっぱり前めの選手だったんで、どっちかというとそうですね、アシストとかがチャンスメイクの方が得意だったんですけど、やっぱジェフに来てエスナイデルさんにアンカーで使ってもらってから、守備の楽しみっていうかやり方も教わったんで、そこで自分なりにいろいろ考えたりして、あとは佐藤優斗さんにいろんなアドバイスもらって、守備の部分ではある程度毎試合ボールを取ったり相手のチャンスの目を潰したりはできてるとは思うんですけど、やっぱ攻撃の面でまだまだできる部分が多いなっていうのは個人的にも感じてますし、やっぱ数字で残さないと
選手としての価値っていうところが上がってこないと思うんで、そこはもっともっと意識しないといけないところなのかなっていうのは思ってます。番組の最後はサポーターの皆さんの応援メッセージを集めました、ソガから愛を込めてのコーナーでお別れです。それではまた次回もお楽しみに。ジェフの好きなところ教えてください。粘り強いところだと思います。コーナーキックでよく得点が決まることがいいと思います。ジェフ頑張れ。今日初めて観戦に来て、息子の小学校のなんか抽選で当たってチケットもらったんで、ちょっと初めての応援というか、ちょっと千葉に来てまだ1年ぐらいなので、ちょっと初めて観戦でちょっと楽しみにはしてます。これからも頑張って勝ち続けてください。よろしくお願いします。末吉選手が好きなんですけど、その末吉選手がサイドを駆け上がってくれるところが好きです。そこが楽しいです。これはコンビット T シャツ買うと選手がサインしてくれるよって時期に買って。なるほど。そうなんですね。早く怪我直して楽しいサッカー見せてください。頑張ってください。応援してます。やっぱりまだまだ期待できる位置にいると思うからこそ、全力で駆け抜けてもらって、結果プレーオフ出て、でプレーオフも勝って、で昇格プレーオフ争い J1 のクラブとも戦って勝って、僕たちの悲願を達成できるような残り試合にしていきたいなと思います。特に今注目されている選手とかって教えていただくこととかできます？聞いちゃいますいいですか？聞いちゃいますか僕はいっぱいいるんですよ。もう基本僕は千葉賞なのでジェフの選手みんな好きなんですけど、僕今ちょっとあれなんですよね。前までは高橋一生選手って言ってたんですけど、今僕一番注目してるのは西久保俊介君です。マジすごくないですか？彼ルーキーですか？だって僕が18歳19歳の時何もできなかったですよこの西久保選手、ちょっといろんな J1 とかにバラ始めるっていうのは、はい、ファン的にはいかがなんでしょう？僕これ正直承認欲求のラビリンスと言いますか、ちょっと迷宮に迷い込んでるところでありますね。みんなに西久保選手の凄さを知ってもらいたいんですけど、バレては困るんです。ただ西久保君のことだからきっとジェフに残ってくれると思ってはいますけども、それと同様の案件で田辺君もジェフに残ってくれるといいなと思ってます。はい、難しい立ち位置なところではあるとは思うんですけど、本当 J1 目指して頑張ってほしいかなと思っております。注目選手、好きな選手は？ですね、本当僕も西久保選手だったんですけど、やっぱり言われちゃったんで、やっぱりちょっとやっぱ僕の一番の推しのこの、はい、この18番、はい、熊谷アンドリュー選手でございます。はい、ジェフの皆さん、僕たちもどこまでもついていきますんで、プレーオフ目指して頑張ってください。頑張ってください。